1913年開館後、関東大震災前の青井館。1924年震災後に復興した青井館。青井館は、かつて存在した日本の映画館である。日活の設立2年目に建てられた直営劇場であり、サイレント映画の時代の洋画専門館として知られ、また徳川無生が同館のスター弁士であったこと。 関東大震災後に再建した道館の建築等に、吉川製作や村山智義が携わったこと知られる。所在地は赤坂、ため池。1913年7月、東京府東京市赤坂区ため池30番地に開館した。道地盤の区画には、大倉吉治郎の日本自動車、キネマ巡邦編集部、フロリダダンスホールがあった。1915年、もともとは、 撮影日誌であったが、秋田の外旋座に特派員として務めていた西川玄一郎が、同劇場の支配人に抜擢され、同年9月、同じく秋田にいた活動弁士の福原霊川を入社させ、説明部の主任とする。福原は、入社時に説明部に所属した社員たちの反発を受け、解明を余儀なくされたことにより、徳川屋の葵の紋章から、徳川無生と解明した。 1920年、従来を山を用いるシンパの劇映画を制作していた日活向島撮影所が第三部を創設し、女優の出演するサイレント映画朝日さすまえを制作、同年12月31日、洋画専門であった同劇場をフラッグシップに公開した。同作は1921年の正月映画として公開され、同年1月14日には、 白百合のかほり、4月一日には、流れ行く女と、ああ、川島純さんの死、四月二十六日には、清掃機が、同館で公開されたが、以降は、同撮影所の制作物を上映することはなかった。同年十月、銀座のコンパル館が、ブルーバード映画の時代を過ぎて社用機を迎え、挽回を期して、同劇場から支配人、かのちよっとと共に、人気弁士の徳川無生を、 ヘッドハンティングする。1923年9月1日に起きた関東大震災に被災、道館の建物は崩壊したが、翌1924年、日活は吉川製作や村山智もらに設計を発注。村山は喫茶室やドンチョウをデザインし、小木島康二が劇場正面のレリーフを制作、同年10月、新総再開業した。これを機に道館が発行していた。 週刊、アフヒ日は、青いウィークリーにリニューアルされ、以降3年間、村山がデザインを行った。同年、新宿武蔵野間で見習い期間を終えた、須田貞秋が、同劇場の活動弁士に着任している。やがて陶器の時代が到来し、1930年には、同劇場から活動弁士や学士が去ることになる。1935年に閉館。 翌年1936年には、細川清がこれを買い取り、同所に東京自動車市場を開業した。現在、首相官邸を背に、特許庁の並びとなった道地には、細川ビルが存在する。多くの文学者や著名人が道館で映画を見たことを日記に書き残し随筆に書き、小説に道館を登場させている。ありがとうございます。